にちは、はい、赤羽バルガーズオンストロングバイパスです。こんにちは。今日は下北沢にいるんですけれども、先週に引き続きレコ発がそろそろあります。ここ下北沢でございます。シェルター、マットスリーさんとトミーボイ ボイスお二方、メンバーの方いますけど、その二番の何みんなわかるかな。わかる、シェルターで3月22日やります。音源は、その2日前3月20日、出ます。みんな買ってください。今日Q に行ったらアルバムすごい内容褒められたんで、みんな買って。みんさんありがとうございます。いい気分でね。いい気分でライブ臨めるんですけど、そう、絶対損しないと思うんで、みんな買ってください。ぜひ。配信とかもさ、そう、海外住んでる人とかね、なかなか CD 買いに行けないって人に、ぜひおすすめしてください。そう、私たちもバンバン頑張って宣伝しようなと思ってます。で、あと新松戸にも4月19日に猫発編としていきます。4月19日ますが、あれ今レコ発の日にち言った？言ったよ。3月ちょっとこれダメだな、これバラバラしてるもん。これどんどん尺が長くなってる。まあ編集するんで大丈夫です。3月22日、はい、金曜日、下沢シェルター、レコ発です。真っ暗だ、真っ暗だ、何も見えねえや。今何分？あと何分？今何分？今まだ5分以上ある。あのね、今ね、顔合わせに間に合うかどうかの瀬戸際。急いで歩いて。途中で入ってくのさ。ちょっと明るいところで終えたいな、この動画を。下北ってなんか街があれだよね。道が分かんないや。アルバムの説明してあげるよ。いいね、そういうのいいね。なんかね、記憶目はね、あーって感じだね。真っ暗で何も見えてない。あーって感じのね、カントリーみたいな感じのね、あーっていう曲で、2曲目がね、それはもういいや。それはもういいや。歯切れが悪すぎてちょっと聞くに耐えないので大丈夫です。あ、じゃあここら辺でやっとく。うん、3月もう2月とか言いそうになっちゃった。3月22日来てください。来てね。待ってます。そこがシェルターだよ。はい、シェルター近いよ。じゃあ、それでは、はい、赤羽でした。バーイ。